さあ、こんにちは、豊さん、はい、パ・リーグ、日本ハムが今4位で、3位と差をちょっとずつですけれども、縮め始めて、これ、A クラスあるんじゃないかというふうな感じまで来ていますか。あのエンターテインメントだよね、はい、野球って、はい、いろいろファンに楽しみを与えるんだとか、まあ、一番の楽しみというか、はい、プレゼントは勝利だと思うんだけど、はい、日本ハムの野球は楽しい。はい、やっぱね、見てて考えさせられるというか、はい、警戒させられるというか、相手はね、はい、だから非常に12球団見渡しても一番楽しく野球が見れるのが日本ハムと思わない。いや、思います。面白いし、そのだからやっぱプロ野球なんだよ、はい、それが、うん、何も動かない、ただ打つだけ待つ、はい、ね、ピッチャー変えるパターンのように何にも面白くないんだよ、はい、だけど何をしでかすかわからない、うん、そういう意味ではやっぱプロ野球として楽しみを与えてるのは日本ハムが一番だと思う。そうですよね、うん、まあ、その楽しみで最近といえばやっぱりあの中日戦のフォースボークが成功したあの試合、ワンシーンでもあったと思うんですけれども、あれを成功させてる、うん、あれをやったことによって DeNA の優勝が決まるか決まらないか、はい、4対3で日本ハムが勝った試合でもやっぱ同じシチュエーションになったんだよね1、3塁から、はい、おっしゃらベンチが慌てて飛び出してエスコバーだから通訳交えて、はい、いいか1塁ランナーが動いた時にはサードを見ろとか最初にとか、まあ、いろんなことをやらなきゃいけなくなってるわけよ。そうですね、だからそれが手に取るように見えて分かるっていうのはさ、はい、やっぱ新庄野球っていうのは面白いということだよ。そうです、ね、それでも相手がやっぱそれだけの警戒心を持たなきゃいけない、はい、これがやっぱりプロ野球だと思うよ。そうですよね、だから非常に面白いし、うん、今4位にはいるけど、はい、まあ、上との差はあるよね、はい、まだまだミスも多いし、うん、新庄監督のやろうとしてる野球の 60% ぐらいしかできてないと思う。はい、これがミスがなくなったりとかいろんなところが整備されたとしたら、はい、近いうちの優勝っていうことは考えられるよね。そうですよね、まあ、選手の能力も高いしさ、うん、だから楽しみだよね。楽しみですよね、はい、まあ、でも去年から根付かせていたその新庄イズムというものが今年本当にちょっとずつでも着実に選手たちに伝わってるのかなと思うのが、はい、やっぱりフォースボークのあの日の試合の万波選手のコメントで、はい、あれ失敗していてもベンチのせいだと思って思いっきり行きましたというふうなコメントを出していたんですよ。抜群のスタートだったからな、はい、早かった早かったし、上川畑が滑るなっていう話だけで、はい、本当に楽しい野球だったね。そうですね、はい、でコメントに対して新庄監督がかぶせるようにコメントをしているのが目を細めて話していたらしいんですが、万波君昨日いいコメントしていましたね、ミスしたらベンチのせい、そうですベンチのせい、僕のせいなんです、それくらい思い切ったプレーが選手はできてるっていうことなんですよというふうに本当に嬉しそうに語っていたという。逆に言えば、はい、俺は新庄監督の座りだと思う。やっぱ同郷が座ってるよ、はい、だから選手もそういうふうに思えるんだよ。そうですよね、だからやっぱ監督としてどしっとやっぱ座ってないとね、そういうふうに、はい、やっぱ仕掛けるっていうのはさ、うん、やっぱ勇気がいって、まあ俺は監督やったことないけど永田監督に、はい、まあ、進言するときに監督スクイズ行きましょうかっていうだけでもドキドキするもんね。いや、それで永田監督がよし、じゃあ次ボールになったらスクイズ行こう、よし行けでスクイズを出して成功するかどうかは別問題としてドキドキするもんね。で監督もそうだと思うよ、中田監督も失敗したら俺のせいだっていうふうに腹くくって言うしね、うん、はい、でそれを受けたサードベースコーチャーってこう見てて、あ、ここでスクイズ出るんだと思って間違えないようにこうやってサインをこうやって送るんだよ、はい、でこれ大丈夫やなと思ってパッと見てサードランナー見てちょっと様子が変わったりとか、ね、うん、する、はい、あ、これ分かってんなと思って、あとは頼むバッターだけ分かっといてくれよって思うんだよ。そのぐらいやっぱり緊張する。だからフォースボークなんていうのをさ、はい、年間に、まあ、新庄監督だったらもう1回ぐらいやりそうなんだけど、はい、1回あるかないかのね作戦で相当緊張したと思うよ、飛距離なんかサードコーチャーで、うん、フォースボークどこだったっけなみたいなこう出して、はい、とかね、うん、ドキドキする。だから普通通りに出さなきゃいけないし、そうですね、逆にフォースボークこんな
こんな機械的だったらバレてんなみたいな、バレちゃうしさ、はい、だからそういう意味ではみんなえっていうのを隠しながら、はい、まあ、やった。でもそこはやっぱ新庄監督が腹くくってやってるし、うん、監督のせいっていうのが選手に浸透してるからね、はい、だからそういう意味ではやっぱ日本ハムの選手たちも度胸よく、うん、もうあれがもう一回出してくれって言ったらさ、はい、もう出せないからね、取り消せっていうことになるから。そうなんですか。いやそりゃそうよ、あんな場面でもう一回出してくれって言ったら、うん、2アウトランナー1、3塁、はい、バッター囲碁し、もう一回出してくれって、えこれなんか臭いやつが出たなみたいな思っちゃうじゃん。あだからもうスーッと流れるように動かないと、はい、あれは成立しないプレーだから。いやだからそういう信頼関係が去年今年と築けてきてるっていう証拠でもあるんですね。いやだからもう種をまいたよね、うん、昨年はね、はい、で今年は芽が少しずつ出てきて、うん、まあ面白い野球にはなってるけどね。そうですよね。でむしろその一方でミスは、積極的なプレーによるミスは OK とする一方で、緩慢なプレーとか消極的なミスについては新庄監督は常に厳しい。いやそりゃそうだよ、うん、そりゃそうだよ。まあそれは新庄監督だけではなくて、はい、12球団どの監督を取ったとしても、はい、そういうプレーは許さないよね、うんうん、それは許しちゃいけないし、うん、新庄監督の1年目から見てきてるけど、はい、それは許せないよね、うんうん、去年の交流戦でも同じ、例えば三塁一塁の重投のサインで、まあ、慎重になった三走のスタートが遅れて本塁タッチアウトになった時はやっぱ新庄監督は非常に憤慨、まあ、怒っていたというところなので、この前ね DeNA 戦でねファールにはなったけど、はい、万波がねホームスチール仕掛けてるんだよね。多分走ってたんですか。だから一三塁のエンドランをかけてる可能性もあるんだよ。でも万波のあのスタート見たら俺ホームスチールじゃないかっていう。早かったんですか。早かったんだよ。いやだからまた同じ万波なんだけどさいやその万波にホームスチール教えてくれって言ったら俺が教えに行くよ。おお、ゆたか、ゆたかさん現役の時ってホームスチールやったよ。やりました。やった。これはね左ピッチャーの時にはね絶対できるタイミングがあるんだよ。ここでは言えないけどってことですか。いやそれじゃ面白くない、うん、万波に教えてあげるいやいや、あの教えていいよって言うんだったらね、はあ、あるんですねタイミング。タイミングがある。で必ず半分以上のピッチャーボークス。あそれで、うん、左ピッチャーは。なんなんだろう。多分ボークス。でボークしなかったら多分セーフになる。おーホームスチールいけるということですね。へタイミングは。これはじゃあ何かの時ですね。キャンプの時なのか。いやもうね万波のセンスからしたらね言ったら試すよあの子は。また日本ハムの三塁一塁でね得点入るチャンスが一つありますよ、ね、いいか。これ左ピッチャーの限定的な動作にあるんだけどさ、はい、ね、うん、絶対それやるなよマウンドでって言われるよこれから。逆にねここに言われる。あそういうのもあるんですね。あるある。万波が単独でホームスチールしたとしたら、うん、俺が教えたと思ってくれ。あ、分かりました。分かりました。次じゃあ何かのタイミングで。いやちょっと偉そうに言うわけじゃないけどさ、うん、あるんですね。いやあるんだよ。でもね、うん、俺一回あの加藤ヤクルトのね、はい、左ピッチャーがいたんだけどその時に仕掛けてセーフになったんだけど、やっぱり行こうと思った瞬間にものすごいバクバクしたからそんな緊張するんですか。いや緊張するよ。そう緊張の中で足って動くんですか。いや足は動く。だからその裏付けにはここで切れれば絶対セーフになるっていうタイミングがあるから、はい、まあ何でしょうね。万波に教える。ああそれはちょっと楽しみですけれども、ね、いやいや万波だったらできる。いやすごいな。またこれでバッターがバカだったら、はい、危ないけどね振っちゃわれると。ああ挟まれちゃう。だから相当低くスライディングしていかなきゃいけないけど、はい、まあ、バッターとの関係。その時遠藤さんだったんだ。バッターが、うん、えピッチャーのところに回ってきたんですか。いやだからピッチャーいないじゃん日本ハム。ああそれからじゃあ大丈夫。交流戦じゃないから、はい、いやだけど遠藤さんね、はい、足を広げてくれたらそこに滑り込めるでしょ、はい、閉じちゃったの。何閉じてんの。みたいな。だからそこ足払いで行ったんだけど。あ足払う感じで。ケツから落下して遠藤さん次の日は腰が痛くて投げれない投げるみたいな。そういうこともあるんだけど、あでもそう仕掛けた時には足を広げてあって、はい、そこにスライディングすると、うん、やっぱねタッチしにくくなるキャッチャー。そうですね、そうですね、うん、あじゃあそれちょっと万波選手に。そうそうそう。どう他のチームのね選手たちも教えてほしいって来るかもしれないですよ。いや教えてほしいんだと教えるよ
ホームシールだらけになるかだらけになりますよね。えでも中日なんて教えてほしいって思ってるかもしれませんよ。まあ岡林だな、教えるとしたら。ああ、できるとするならば、まあでも勇気のあるプレーだから、はい、新庄監督だったら許してくれそうな感じがする。そうですよね、いけるんだったらいける。うんうん、信頼関係という意味でも全部自分の責任にしてくださいって言ったその新庄監督と、やっぱりあの試合にどうしても対照的だったのが中日ドラゴンズの立浪監督が、あってなってやっぱりゴミ箱を蹴ったシーンが、どうしてもあの両監督が、いやもう蹴りたくなるってしてやられたってそう、まあそうですよね。だから蹴ってもいいような中からのゴミ箱を用意しようね、サンドバッグとかね、そうそうそう骨折するぞその信頼関係ってすごく大事なんだなっていう。あ、それはもちろんそうだよね。やっぱ選手との信頼関係っていうのは、うん、コミュニケーションも取らなきゃいけないし、うん、やっぱそういったね、選手をかばってあげるとか、ね、それとも叩かれるとか、うん、それは仕方ないよね、失敗したりとかすると、はい、でもやっぱある程度かばってやりながら成長期はね、はい、信頼してやるっていうことはやっぱ大事だよな。そうですね、うん、万波なんかは昨年だったらそんないいスタートは切れなかったと思うけど、今年は安定的にもう先発でずっと使われてるから、そういうこともできるようになってきてる、うんうん、だからずっと使うっていうのが信頼関係だしさ、はい、だからそういう意味ではすごくいいチームになってきたよね、日本ハムはね。そうですよね、はい、万波選手がホームスチール成功し始めたら、これ豊さん教えたらって思うようにします。万波に言いますよ高木豊さんから教えてもらいました伝授されますまた株が上がるかな、いや言うかな、あどうでとか、ね、今川に教えようかな。あそうですね、起死回生でレギュラーだぞ、それでね。そうです、今川選手教えてください。今川から連絡来たからね。あ本当ですか来た来たなんですいませんで怪我してますみたいな、分かってるっつう。そうですよ ね打ち出したし、はいね、練習再開してるし、はいね、期待してるから。そうです、今川選手も日本のもチームにも期待してますね。家族も期待してるから、今はあの家族に期待してる、同じ顔してる家族で、家族に何期待するんですか家族が今川に期待してる。そうですよね、うん、そうだ